マグダラのマリア教会から神殿の丘の方向を見た、サイのエルサレムの風景マグダラのマリア教会教会の入り口マグダラのマリア教会は、エルサレムにある19世紀に作られたロシア聖教会の教会である。ゲッセマネの園の近く、オリーブ山に立っている。マグダラのマリアに奉建されており、聖人である、ロシア大公妃、エリザベータ不要ブナなどが埋葬されている。 セーマグダラノマリア修道院の一部である。イスラエルの都市エルサレムのオリーブ山の中腹あたりに立っているロシア聖教会の教会である。新約聖書に登場するゲッセマネのソノの近く、テデロンの谷を隔てて、ちょうど神殿の丘の向かいにあり、カトリックの教会であるマン国民の教会が近くにある。百八十一年にロシア皇帝アレクサンドル三世がエルサレムを 訪問した際、一年前に死去し、マグダラのマリアを守護聖人としていた母である、ロシア皇后マリア・アレクサンドロブナを記念するための教会をこの地に建造したらどうかという案が出た。アレクサンドル3世とその兄弟たちは、母のための教会を作ることに決め、1888年に教会が完成した。この教会は、イエス・キリストに付き従っていた。 マグダラのマリアに封建されている。マルコによる福音書16、9によると、マグダラのマリアは復活したキリストを最初に見た人物であった。マグダラのマリアはイエスの弟子の中でも不可欠で非常に重要な存在で、あるとみなされており、かつ、マルタの妹であるベタニアのマリアと並んでイエスに付き従っていた主要な女性の共同者であるが、マグダラのマリアとベタニアのマリアは、 同一人物ではないかと考える向きもある。ロシア革命により殉教した二人の聖人である、ロシア大公妃、エリザベータフヨードロブナと、大公妃に付き従っていたロシア聖教会の修道、女であるバルバラヤコブレバの聖遺物が、マグダラノマリア教会に押されめられており、教会で見ることができる。ビクトリア女王の孫娘であるエリザベータと夫のセルゲイ・アレクサンドロビッチ大公はこの教会の、 封建式に皇帝の名代として参加しており、エリザベータはそれ以来この教会を支援していた。エリザベータとバルバラの以外は地下に安置されていたが、1981年にロシア正教会によって、この2名が劣勢されたのを起きに、教会の上の木座橋に移された。1998年には、イギリス、ロンドンにあるウェストミンスター寺院にも、エリザベータの像が建てられた。 1990年に政治的状況が大きく変化したため、モスクワ総主教はロシア王室のメンバーを含む革命期の殉教者を検証すべきだと考え、エリザベータの殉教した聖人としての地位が1992年4月に確認された。ミルフォードヘイブン公爵、ルイス・アレグザンダー・マウント・バッテンの娘でギリシャ王子、アンドレアスの日であり、 エリザベス2世の王イエディンバラ公、フィリップの母であるアリス・オブ・バッテンバーグは1930年代にマグダラ・ノ・マリア教会を訪問し、おばであるエラことエリザベータ大公妃のそばに葬られたいと考えるようになった。アリス・オブ・バッテンバーグはキリシャ聖教会の経験な信徒で、後に修道所となっている。1969年にアリスはバッキンガム宮殿で死去した。 イギリス側との長期にわたる交渉の末、1988年にアリスの遺骸は教会の下の木座橋にある地下の骨堂に移された。1936年に聖教会に改修したイングランド人女性であるマザー・メアリーにより在外ロシア聖教会の管轄下にある女子修道会として聖マグダラのマリア修道院が設立された。 マグダラのマリア教会はこの修道会の本拠であり、2020年時点で30人ほどの修道所が活動している。ありがとうございます。